今お手紙書いてます。間違えた。もう一回。何何が欲しいです、僕のお家はここだよって書いて、で窓にそれを飾ったのを貼っとこ。そしたら間違いなく来てくれるから。あと欲しいものも書いて、ビールのってビールのそうそうそう、ママがママがこっちに書いてあげるから、そのまま真似して書いてね、いくよ。ベルト、はい、これ下に同じの書いて。まずこれ、うん、簡単でいいよ。そう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 、今サンタさんの上書き書いてます。はい、届くかな。サンタさん来るよ、ビルドロベルト持ってきてね、僕はお利口です。明日の友情があります。明日もサンタさん聞いてね、お誕生日サンタさんおめでとう。あとなんか書きたいことある？サンタさんの顔描いといてあげたら。ああ、そうなん、うん、そうなんだけど、うん、書こうか。そうだね。それはママ描いて。わかった。うん。で、サンタさんの絵描いた。メリークリスマス。なんか白いところがさ、うん、俺豪華じゃなくない俺え、ここ、うん、パンスはめっちゃふわふわだね。あーちゃんもふわふわ。そう、あーちゃんもふわふわ。見て、ツンツルてんの水泳棒みたいにビタビタなんだけどじゃあ、みんなでおいしいご飯を食べよう。サンゲルクルンよ、サンゲルクルン、サンゲルクルン。それは何のじゃあ、このね、チキンと、チキンと、で、クリスマスといえば、じゃじゃん、うなぎ。うなぎゅー。あと、スープと、お水と、です。今日はもう、お寿司。ご飯は作りません。今日は、ウーバーイーツで美味しいお寿司と、うな重です。イエーイ！メリークリスマス！骨だった。ちょっと僕よ、僕にもやらせてよ。あ、やってるわ。僕にも。うん、の。ねえ。うん。まあ。うん。じゃあこのクリスマスの風物詩うなぎぶち込みます。が。クリスマスの風物詩うなぎは絶対に違う。うん、ね、おいしい。明日いよいよ本番ですよ、クリスマス。あ、どうしよう、意気込みありますか。クリスマスの意気込みなんてないな。意気込みかはーい、今お水持ってきました。うん、楽しい一日になりますようにって感じです。まよ、ね、クリスマスが終わって、うん、ちょっと岡崎で撮影の仕事やったら、うん、もう休みです。すごい、年末年始はね、休みだ、うん、楽しみです。ご飯を全部食べ終わりましょう。はい。ねえ、あーちゃん、こんなんさ、クリスマスイブの時に申し訳ないんだけど、あの、アナの雪の情報、それは俺我慢でき、アナの雪の、んそれは無理だ、俺。ちょっと、何その格好、何その姿。あ、ツリーだ、ツリーの横にドーン。これは何ですか。本当にごめん、ふうくんが帰ってくるまでに片付けようと思ってたんだけどね。隠れようと思ったんだよね、隠そうと思ったんだよね、パパがうるさいからね。隠せてないけどね。せーの、やめなさい。
なんでこんな貼ったの？じゃあ分かった、ちょっとずつ重ねて距離を、それはそれでさ、あの団結感が出ちゃったから。あーちもどいて。6、はい、パパもどいて。あ、ありがとう、隠してくれてるんだね。これなんだ。そうだね、これだったらパパが入れないね。こうなんだよ。よいしょ、オッケー。パパ、パパどうぞ。何？これはデザートです。うわ、すげえ、すごい。じゃーん。すごい。すごいでしょ？うん。かわいすぎない？これも食べます。あちゃん、手靴下がないから、もしかして間違えちゃったかな、サンタさん。ベランダかも。外から来たんじゃない？ あ、サンタさんが来たじゃん。寝起きなの？いっぱい寝た。おはよう。すごいじゃん。うん、すごい。よかった。ねえ、サンタさん来たじゃん。すごい。やったやん。やったやん。あ、見て見て。あれあれ何？あれはもう一個あるじゃん。次男にあげるやつっぽいね。福丸のやつだ、あれは。これ福丸のやつ。福丸のプレゼントもあった。頑張れ、頑張れ。寝起きだからね。これぽくまる、これぽくまるのプレゼントよ。優しいね。よかったじゃん。あ、笑ってるよ。嬉しいんだ。やったじゃん。よかったじゃん。サンタさんはエルメスをくれたんだね。じゃあ着てみようね。じゃあ、あーちゃんがこれ、うん、読んでいいよ。やった。じゃあ読むね。メリークリスマス。いつも明るくて元気な君をサンタの国から見ているよ。ママとパパの言うことをちゃんと聞いて、これからもすくすく大きく育ってね。くんが欲しいと言ってたビルドのベルトはこれかな？合ってる？サンタの国はなかなかなくて探すのが大変だったよ。大切。そうなんだ。じゃあ、あのさ、手紙さ、見てくるね。そっか。大切に遊んでね。で、どうだった？あの、お手紙はこうだったんだって、うん、書いてあった、あの読んであった、うん。サンタさん頑張って見つけてくれたんだって、サンタの国。どう？じゃあ開けてみよう。あ、何かな。あ、開けました。え、うーくん、うーくんにもサンタが来てるよ。ああ、あーちゃん、あーちゃん、角度、腰の角度すごかったよ、今プレゼント置くときの腰の角度。見て、じゃん。
これはプクさんのイメージカラーです。うーくんも着てみて。え、大人ってサンタ来るんだ。なんか入ってる。ユースキーです。で、12月25日二人デートです。それはクラッカーかも。パパとの誕生日おめでとう。パン見てください。 A9 S3 N4。 何の暗号？サンタさんがメリークリスマスって書いてあった。やったね。しかもこれなんだ。ゆうくん、メリークリスマス&お誕生日おめでとう。いつも家族を笑顔にしてくれてありがとう。みんなを笑顔にしてくれてありがとう。東海岸の姿も家庭での姿もどちらもとても大好きよ。ありがとう。このまま死ぬまでずっと突っ走ろう。ね、これもついてんだよね。ずっと見守るよ。これからもよろしくね。見て。あーちゃんからだった。見て、これ。え、なんだろう、このすごい暗号みたいなのを。あーちゃんこんなことできると思えない。いや全然手の込んだ暗号じゃないよ。今日を何をするかがそれを解けば分かります。え、でこれちょっと漢字のやつ開けていいですか。すごくね。3、2、1。うわ、見てあーちゃん、なにこれ、怖くない？すごくね。めっちゃ俺じゃん。こんなよう見つけたな。見つけちゃったんだよね。破れとる。こういうデザインね。そう、売ってたら自分で買うっていうやつね。これは、yeah、サイズどう？どういうことこれ。ね、これ電池がある。ありがとう。コンスもよかったね。パパはさ、もう大人だからサンタさん来ないからママが開けたの。コンス、サンタさん来たね。うん、よかったじゃん。トミーのさ、服のさ、帽子かぶって、あのさ、クマモンのさ、のさ、帽子みたい。うん、今電池やってる。かわいいね。だから電池やって。うん、うーくん編集終わりました。うん、え、待てない？これを見て解いて、早く今日行く場所だよ。この数字の上がアルファベットの上に数字、アルファベットの上の数字がアリス、文字の順番を表しているとしたら、紙とペン、紙とペンだ。 D の上に1がある。だから D は1番目。1の上に2、いや I の上に2がある。だから愛は2番目。この要領解いていくと何が見えてくる。ディ、はあ、アリス、アリス問題解けた時キモー。なんとこれはディズニーシーに今日2人でデートです。あーちゃん、え、あーちゃんにもサンタさんから何か来てます。え、あーちゃんにも来てるって。じゃあ、大ちゃん、チンクレー、チンクレー、スズカラブー。あーちゃんにも。うん、待って、めちゃくちゃ箱がベコってなってるよ。なんだ、あ、化粧ポーチ、めっちゃかわいい。嬉しい、すごい、ゆうくん、かわいいね、あーちゃん。私が化粧ポーチ切ったねーの覚えててくれたの？あ、そうだよ、化粧ポーチ切ったねーと思って、うー、化粧ポーチ買おうと思って。めっちゃ嬉しい。だって見て、化粧見して。え、今のあーちゃんの化粧ポーチ見る？うん、汚ね、汚ね。まるでミュウミュウとは思えない汚さなんだよね。これミュウミュウだったんだ。一応ピアボかと思った。え、
ピアノかと思ってた。ミュウミュウじゃなくて。岡崎の？そう。あのスーパー？スーパーの。違うわい。え、かわいい。めっちゃ嬉しい。やった、ありがとう。あーちゃーん。釣り変わった。入る。いい。入る入る、全然入る。ということでした。ありがとうございます。はい、夢の国に着きました。ちょっと待って、今どこまでみんなに伝わってるっけ。暗号を解いて、そう、ディズニーシーになんやかんや結構準備に時間がかかり、今昼の1時43分でございます。はい、ゆったりと。遅いです。ごめんね、俺がなんかパソコン編集がちょっと残ってて、はい、いじっちゃった。坂道を進みください。あーちゃん、誰もそんなことしてないよ。俺ら序盤でなんか動きすぎて目立ったよね。結構バレてるから。そう、静かに退散しよう。あーちゃん、今日このよくわからないキャラクターの犬のに出会いました。確かに俺それ知らんよ。何そのキャラクター、何も知らないよ。なんかダッフィーの仲間らしい。はあ。いや、なんかね、もうね、キレるとかじゃなくて、なんか今日はね、乗り物乗りたいやつ全部乗れるしゃみたいな感じで車で超意気込んできたんですよ。スカスカで乗れる、うん、スカスカだから全部5分待ちっしょ、イエーみたいな感じで想定してきてたんですね、うん、そしたらですね、うん、なんかディズニーシーの仕様がなんか変わっていて、うん、なんかスタンバイパスがないと乗り物に乗る権利を得られないらしいんですね、うん、でそれが結構の早い段階でそのチケットの配布が終了しておりまして、私たち今日乗り物を乗れません。イエーイ、イエベ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 。え、なんで？ソアリン行ったらスタンバイパスが必要ですって言われて、え、スタンバイパスとはこの顔になったの、うん、ねえ、マジで予想外。2時間歩くだけになっちゃった。いや、でも乗れるやつもあるでしょ。乗れるやつもある。だからそれを目指して今から歩こう、うん、はい、今ね、クソ加齢臭がするところに来ました。加齢臭って言うな。ジジイばっかりの栗かと思うわ。巣鴨か。カレーね、スパイシーなカレーの匂いが。ということで、アラジンスペースというか、なんていうんですか、うん、ここアラジンゾーン、アラビアンコートらへんに来ましたけれども。あ、大丈夫、やめて、ちょっとやめて、やめて、なんか怖い、よしよしとかじゃない、やめてやめて、怖い、なんか本当に狂気的な感じになってる。ゲップした。いや、待って、あ、ジーニー出てきた。すごい、ラッキーラッキー。ほら、あ、ジーニーとジャファーとあとってことはジェニー出てくるかな。ジェニー吐きつぶしたローファーでじゃないよ。ジャファー出てくる。ジャファー出てくる。ジャファーとめっちゃ写真撮りたいな。じゃあちょっと行く、うん、行くわ。え、ジャファーバイバイモードになってるね。バイバイモードになってない。今来たけど撮れる。ジャファーと写真撮るの結構渋いと思うから写真撮りたいんだけどな。ジャファー買いってなるよね、うん、はい、今パンを買いました。はい、カレーを買いました。イエイです。ラッシーも買いました。イエイイエイ。食べましょう。はい、今カレーを食べ終わりまして、アラビアンコートを抜けたところですね。はい、くっそ暇です。何にも乗れません。なんかその暇をごまかすかのように、うん、カレーのアラビアンコートでね、めっちゃ話してたもんね。そう、シンドバッドやってるよ。乗る？シンドバッド。ああ。人生はもういつスモールワールド、よくわからないバージョン。そうそうそう。一個乗ろ。これだけ乗ろ。10分待ちだから。行こう。今二人でシンドバッドに乗って人生はってやって。うん、シンドバッド乗るために来てるから、こっちそら。そうなのよ、今日はもうシンドバッド目当てで来たもんね。そう、みんなソアリンに並ぶ中、シンドバッドの良さ分かってないよ。本当に分かってない。シンドバッドよ、時代は。でも私たちは今日は乗り物に乗れないデーだから、
今からお土産屋さんに行こう。ハーバーに行こう。ハーバー、あの橋に行こう。あの橋はすごく夕方が綺麗だよ、多分。じゃあ行こう。はい、イエイイエイイエイ、今ですね、コロンビア号にちょっと乗って散歩して、う、うん、夕焼けを見て、で僕はビールを買いまして、イエーイ。であと照り焼きチキンロールっていうやつがあったから、めっちゃこれが美味しそうなんだよね。なんかそう、クリスマスだね。初めて見た私は。でそしたらいよいよ何しようって感じですね。そうですね、もうそしたらもうお土産屋さん最後見て車かなって感じですね。今日これで終わりじゃないんで、そこはまあお楽しみということで、はい。なのでちょっと次につなげる感じで、ここで終わりっていう感じにしないでいただいて。あ、そうなの。はい、家には帰る。家には一旦帰る。あ、そうだ。そう、はい。ん、何でしょう。ちょっと今ね、ウー君にカメラを持ってもらって、うん、次の行動をお伝えいたします。ディズニーから帰ってきた、はい、本日はウー君のお誕生日ということで、うん、パークハイアットにのスイートルームを予約いたしましたので、泊まりに行きまーす。このルームディナーを食べます。今日は部屋で食べるやつ。そう、イエーイ、めっちゃいい。でみんな連れてきます。おお。私もでも写真でしか見てないからあれだけど、うん、クリスマスにね、宿っていうか、なかなかホテル取るのかなり大変だった。いや、かなりでしょ。すごい。まず空いてない。本当は30にかけてやりたかったんだけど、うん、なんか休みじゃないと思ってたから、クリスマスで一緒に合同でやっちゃおうっていうことでね、うんうん、やったわけです。ありがとう、あーちゃん、ありがとう。いや、ちょっと楽しみにしてる。そう、だからちょっと急いで用意して出ないといけないから。そっか、はい、レッツスタート。テテテテテン、テレテテテテン、テレテテ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 、えい。あーちゃん、なんですかこの部屋は。ちょっとおかしいでしょ。やばいです。なんていう部屋を取ってるんですか、あなたは。トースもいますよ。どういう部屋。トースもいましたね。あ、こんにちは。ちょっとおかしいですって。ありがとう、あーちゃん。いや、もうちょっとびっくりしてます、自分でも。もうちょっと本当にもうダーッと説明すると、見てください。あいやー、あいやー、うぐー。なんか鑑賞用のグランドピアノが置いてあります。鑑賞用って何。そしてこの雰囲気の漂うこのリビングルームがありまして、ここにちょっとした会議室みたいなのがあり、うん、で、ここがベッドルームだね。なになに、あーちゃん、お風呂こんな感じだよ。ほら、うわー、おばあちゃんがいる。うわー、おばあちゃんまでついてくれんだ、スイートルームって。すげーオプションだ。そう、ここがバスルームですね。ね、ほら、すごいね。すごい。やばいやばいやばい。待って待って待って、 M ステ見ないと。 M ステつけて、 M ステスーパーライブつけて。あーちゃん、ふーくんの誕生日の旅行なのに、あのキング&プリンスを見たくて見たくて仕方ない顔してますけど、それどういうことですか。それ、ふーくんの誕生日だけれども、キング&プリンスは絶対に見たい。ふーくんの誕生日だけ、キング&プリンスのみならず、のみならず、のみならず、ヘイステージャンプ、山田涼介を主に見たいという気持ちをひしひしとあなたの顔から感じるんだけど、それどういうこと。ちょっと山田涼介くん、キッチンも好きだ。キッチン、キッチンあんの。どれどれ、うわー、キッチンだー。キッチンある。ありがとうございます。ポーさん、これどうですかね。これは、はい、本物のキッチンです。えー、そしてここにプクちゃんが寝ています。丸福水産です。丸福水産のベッドも用意してもらいました。こんなとこに来ちゃったかな、君は間違えちゃったかな。じゃあ普通にちょっとさ、一旦あの M ステ見ないと本当に私切れちゃうから。 Good morning, good morning, good morning everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Good morning. Good morning.
見てください、このオーシャン、オーシャンじゃない、シティビュー、オーシャンビュー。ディズニーランドから1日経ちまして、うん、結構昨日眠かったから、もう夜も超早く寝ちゃったんだけど、うん、もうお風呂とかゆったり入ったり、夜ご飯すごい美味しいご飯を食べたりとか、お部屋でね、一晩経って朝ですね、次の日の朝で、今から朝昼兼用ご飯を、なんて言うんですか、ブレックファースト、なんて、ブランチをいただくところでございます。私が楽しんじゃってるね、うーくんの誕生日旅行なのに。でもうーくんにとっての嬉しいことはあーちゃんが嬉しいことだから、だからあーちゃんが喜んでるってこと自体がうーくんにとってのプレゼントだと思って。はい、お朝食がこちらです。私はとったものがこちら。和朝食美味しそう。え、あ、これキッズメニューなの、マジ。キッズでこれかい。これがおばあちゃんの洋朝食で、こっちが私たちですかね。パーカーの紐切って、あ、すいません、パーカーの紐切って、あ、すごいすごい、パーカーの紐切っちゃダメです。めっちゃ美味しそう。ここが、あー煮物、ここが、あーご飯、これが、これ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 が、あー味噌汁、絶対あー味噌汁でしょ。これが、あー鮭、あーこれ、あーひじき、あーいくら、あーいくら、あーひじき、あー卵、あー鮭という感じでいただきます、しますよ。いただきます。せーの、いただきます。すいません、はい、おかしなことが一つ起こっております。はい、まずこちらがお茶ですね。これ日本茶、美味しいですね。これに入れて、これに入れて美味しくいただきます。うーくん、うーくん、俺のお茶入れるお椀がないって言ってさ、どこどこって言ってさ、見たらさ、飯入っとるってなったんだけど。こっちに飯合うのにね。そう、そこにここ飯合うのに。いやいや違うんですよ、聞いてくださいよ。どうしちゃったんですか。ね、この薬味軍団、うんうん、薬味軍団がここにあるわけですよ、うん、これを見て、あ、うん、お茶漬けにするんだなと、うんうんうん、お茶漬けを作るってことなんだと思いましたので、はい、まあ、これはお茶漬け、これもお茶漬けの汁だと、うんうん、で、これは、まあ、ここにおひつがあったから、うん、お茶漬け用の器とご飯なのかなと思って、ここにご飯をぶち込みました。そしたらこのひまだって、ここにご飯あんのわかんじゃん。ちゃんとしよう。はい、芝居だよ。じゃあもうこうやって飲むよ。